形式図形式図形式図国鉄1100形状機機関車はかつて日本国有鉄道の前身である鉄道院、鉄道省に所属したタンク式蒸気機関車である。間接鉄道や多数の施設鉄道が建設用として輸入した車軸配置0から6から0、2気筒端式、飽和式の小型機関車である。原型はイギリスのナスミス・ウィルソン社製のものであるが、ダブス車や ベイヤー・ピーコック社、シャープ・スチュアート社でも同等品が製造されている。1906年から1907年にかけて、鉄道国有法により、施設鉄道が買収、国有化された際は、多数が間接鉄道に編入された。1909年には、鉄道員の車両形式称号規定が制定され、ナスミス・ウィルソン社製が1100系、シャープ・スチュアート製が1060系、 ラブス社製が1150型となった。同型でやや大型のナスミス・ウィルソン社製は1200系、ラブス社製は1230系、川崎造船所製が1250型となっている。小型軽量なはありに牽引力に優れていたことから、当時勃興しつつあった地方鉄道の建設用、開業用に払い下げが行われ、輸送実態にも合致して長く愛用された。中には、 所属する鉄道の国有化により再び国有鉄道席を得たものもあるが9番がその後に改造製作された4から4からに軽タンク機関車によって埋められており再国有化の際別の形式番号を与えられたものもある日本鉄道22一時社編集100型は鉄道員の前身である鉄道作業局で B3 型、B4 型と呼ばれたクラスの最も初期に導入されたもので、当時の記者観察法であった B カイライトが建設用にナスミス・ウィルソン社に発注したものである。これは日本から同社への初めての発注であり、製造番号298である。この機関車は1886年4月に I 型として収益した。この機関車は日本鉄道で福島、 塩釜間の建設工事に使用するため仙台に配置された。これは1894年に正式に日本鉄道の所有となり、それに伴う改版では22とされている。二次社、編集さらにこの年、ライトは同型車を6両追加発注し、1887年4月に落成した。製造番号は305から310で、 59と同じアイ型に編入され、77、79、81、83、85、87と不満された。このグループは若干の設計変更があり、弁装値は59がジョイ式ウェップ型であったのに対し、スチーブンソン式アメリカ型であった。それに伴い、ランボードの形状が変更され、全部単張りから、 側水槽まで一直線であった59に対し、前端張りから9曲線でシリンダ弁出場へ立ち上がって、そのままの高さで第一道輪上部へ至り、そこから緩い反抗曲線を描いて、側水槽下部に至る形状となった。これらのうち、81と85は日本鉄道に振り向けられ、残りは関節鉄道で使用された。年月時点で、 77,79,83は新橋、87は神戸に属していた。1894年の関節鉄道が管理していた機関車が正式に施設鉄道の所有とされた際の改版で関節鉄道の4両はそれぞれ55,57,60,63とされ、神戸の60は1895年に 台湾総督府鉄道の所有となった。日本鉄道の2両は23。北海道炭鉱鉄道17888年、山陽鉄道は3両をナスミス・ウィルソン社から購入した。これらは、弁装値が再び、ジ上位式ウェップ型に戻され、乱暴度もシリンダー上部から、側水槽まで一直線に伸ばし、直角に2回折れて、 川水槽の下部に達する新しい形態となった。しかし、この3両は、採用鉄道による形式が設定される以前に、他事業者に譲渡されている。2両は、北海道対抗鉄道に譲渡され、同社の E 型、後に2型となった。この際、連結器を自動式にし、先頭部には、カウキャッチャーと大型の全商灯を、ボイラー上部には金を取り付けて、 北海道スタイルになっている。また、寒さを防ぐため17は、側面の開口部を小さくし、18は、ガラスの引き戸を取り付けていた。残りの一両は、関節鉄道に譲渡され192、さらに124に改版され、大海並線の建設用に回され、さらに、山陰線の建設用に使用された。1898年の鉄道作業局の形式付与では、 両社が B3 型とされたのに対し、この1両のみはどういうわけか、B4 型とされている。京都鉄道では、1893年に、京都綾部舞鶴間の免許を取得し、1894年に、その建設、開業用として、ナスミスウィルソン社から2両を購入し、1、2とした。これらのうちには、開業前に陸軍に挑発され、117と不満の、 上台湾に送られている。残った位置には、後年、形式称号が与えられ、3型となった。北越鉄道は、1896年に建設、開業用として2両をナスミスウィルソン社から購入した。北越鉄道では1、2と不安して使用した。同年、中越鉄道も建設、開業用として3両を購入した。同社では1から3と不安した。こちらは、 ボイラーの容量がわずかに大きく、川水槽が小さかったため、整備重量も小さかった。中越鉄道は1920年9月に国有化され、寸法がやや異なることからす、開業時の豊川鉄道2897年、豊川鉄道は建設及び開業用として3両を導入した。製造番号は501から503で、木一型と不満した。 この機関車は、ボイラー容量が、やや小さく、水槽容量が大きかった。1943年の戦時買収によって、1は1280型となったが、買収以前に庭派単鉄道に譲とされ同社の1に、3は名古屋鉄道に譲とされ同社の13となっている。また、1903年にも1両を購入して、4としている。これが、 b 三 b 四形状機器官社の最後の製造となった。四ワニに解消されて、一と同じく1 0 0買収まで在籍し、国有化後は千二百八十一となった。千八百九十七年、中国鉄道は三両を購入し、製造番号とは逆順に二型とした。過失の飛行士面積がやや大きく、千九百四十四年の1 0 0買収時には、阿南鉄道の再買収者に、 付与されていた1220型に編入され、1221から1223と、改版された。1898年、火曜鉄道は3両を開業用に購入した。これらは、高1型とされたが、営業不振により1両を整理し、半角鉄道に建設用として譲渡した。半角鉄道では11としたが、建設工事終了後の1902年に、 日本鉄道に譲渡された。日本鉄道では21と不満し、小山湖で入れ替え用に供した。1909年、国有化により休校された多数の施設鉄道の同型車の整理が行われた。この最先100型を与えられたのは、ナスミス・ウィルソン製の14両で、その新旧番号対象は次の通りである。上記のほか鉄道国有化以前に外地に移籍したものが二両、 それ以後に国有化されたものが8両、国有鉄道と関わりを持たなかったものが4両存在する。これらの整理のため、経歴について再建する。隣チューリップ公園で保存されている中越弁慶号国有鉄道席となった1100型は前日のように14両存在したが、国有鉄道では小型であることから営業用には使用せず、もっぱら建設用や入れ替え用に使用された。 1九百十年十月末日現在の配置の状況は中部鉄道管理局に七両、西部鉄道管理局に二両、東部鉄道管理局に三両、北海道鉄道管理局に二両であった。鉄道院では本形式の廃車を九百十二年の11 11 1百十一から開始し、九百十三年の六両、九百十六年の二両、九百十七年の三両、 1918年の2両をもって形式消滅となった。しかし、当時は京弁鉄道法施行により、地方鉄道の建設、開業が相次いでいた時期であり、廃車された本形式は14両全部が私鉄等に払い下げられた。以下に本形式の払い下げ後の状況を期する。中越鉄道の非売収期1050型は大タ多タ線に転用されたが、 1924年2052が1926年に残りの2両が除籍され、これらもすべて民間に払い下げられた。その状況は次の通りである。中国鉄道の非売収期である1221から1223については、1947年から1949年にかけて廃車解体された。 豊川鉄道の非売周期である1280と1281については、1947年に国有鉄道から除籍され、いずれも東芝防止工場に払い下げられ、1953年に廃車となった。1100系の所言を示す。西成鉄道工1系1 1 5 0系、1270型は、1100型と同系に属するイギリスラブス社製の、 小型蒸気機関車である。携帯はランボードが一直線になった1100系の第一タイプと類似し、1100型では斜めに装備されていたシリンダが水平に装備されているのが特徴である。関西鉄道が1888年及び1889年に購入した2両と西成鉄道が1896年に購入した4両の計6両が 本グループに属する。関西鉄道では、草津、桑名館、河原田、津間の免許をカ付されたのに伴い、建設用として2両を購入し、1、2と付番した。弁送置は、ワルシャート式であった。関西鉄道は、1898年11月の名古屋大門島ン全通に先立ち、1、2を処分した。1は、7尾鉄道に譲渡されて、 同社の抗議型となり、1907年国有化され、1909年の鉄道員車両形式称号規定では1270型となった。この機関車は、側水槽と炭庫の容量を増大し、道輪を直径9 6 5ト、mm、ルのものに交換する改造を受けていた。本機は国有化後の1913年2月に東京砂利鉄道に譲渡されたが、 その後、ゲイビ鉄道、北武市鉄道、秩父鉄道を転々とし、1934年9月に、三河鉄道で廃車となった。一方の2は、ブローカーの手を経て1901年3月に、上部鉄道の1となり、建設用に使用された。上部鉄道は、秩父鉄道に解消した後、電化を行ったが、本機は予備として残り、1934年6月、 その後再びブローカーの手を経て北海道は本和西の専用布団で使用されるようになった。同期は1955年に廃車解体されている。1896年に西成鉄道が購入したのは製造番号3409から3412の4両で高一型とされた。先の関西鉄道のものとは異なり、弁装地は 上位式ウェップ型とされている。これらは、西成鉄道の建設用に使用され、開業後もそのまま使用されたが、営業不振により1と3の2両が1899年4月、及び1900年3月に処分された。1は、徳島鉄道に譲渡されて、同社の形式をつとなり、3は、北海道関接鉄道の E1 型となった。関接鉄道編入後は、 BC 型と称した。これら4両は1906年に国有化され、1909年の鉄道員の車両形式称号規定制定により1150型とされた。その状況は次の通りである。1150から1152は西部鉄道管理局、1153は北海道鉄道管理局の配置となったが、1915年6月、 1152が、秋田鉄道に、9月には、残りの3両が、作鉄道に払い下げられた。秋田鉄道では6.11、作鉄道では1の3となったが、作鉄道の1と3は、笠原鉄道2乗とされ同社の1、2に、2、作鉄道には、妖日地鉄道2乗とされ同社の1となった。その状況は次の通りである。 製造番号と鉄道員での番号の順序が揃っていないが、これは西成鉄道が製造番号と関係なく番号を振ったためと推定されている。秋田鉄道の6.11は1934年の秋田鉄道国有化に伴って再び国有鉄道席となったが、旧番号の1 1 5にはすでに6300系のタンク、機関車か改造車によって埋められていたため、 新たに1210型とされた。この機関車は、1941年6月に、八幡製鉄所に払い下げられて237となったが、1952年10月に大改造され、原型を失った。笠原鉄道の2両は、東能鉄道となった後の1953年に、廃車解体、妖怪地鉄道の1両は、 大見鉄道設立後の1950年6月に当時の建設省近畿地方建設局に譲渡され、1960年代まで使用された。鉄道作業局166,060型は1100型と同系列に属する小型タンク式蒸気機関車で、メーカーはイギリスのシャープ・スチュアート社である。1896年に2両のみ製造され、 鉄道作業局に納入された。外観は1100系の第一タイプと同様で、弁装値は上位式ウェップ型である。当時は鉄道敷設法が成立し、それによって建設予定とされた中央、篠野井、大湯、山陰、鹿児島の各線の建設用に発注されたものと推定される。鉄道作業局では形式愛とした。その後、B3 型に編入され、 1909年の鉄道院、車両形式称号起きた。この時点で、1060は中部鉄道管理局、1061は西部鉄道管理局の配置であったが、1912年2月2061が内務省土木局に、同年6月2060が中越鉄道に乗とされた。1060は中越鉄道でもそのままの番号で使用されたが、 1920年に西国有化され同年北丹鉄道に譲渡された。さらに1926年に大見鉄道に移ったが、殿下によって1935年から旧車となり、1939年に廃車となった。その後は外資に売却されたとの説もあるが、そのまま解体された可能性が高い。1061は淀川工事事務所で使用され、 同社のヨドキ地ごとなり太平洋戦争後まで河川、工事用として使用された。1100系の同系機は、ベイヤーピーコック社でも製造され、1892年に東京市へ、1898年に東武鉄道へ、核二量が納入されている。携帯はいずれも1100系、第1タイプと同様であるが、シャープスチュアート製のは、この機関車の図面の提示を受けて製造されたものと、 見られ、細部を除き全く同型であった。1892年製の2両は、東京市が淀橋上水場の建設用として購入したもので、ある。1893年7月から使用を開始し、翌年工事が終了すると、国有鉄道が購入し、形式愛とした。1895年に、両者とも陸軍の臨時台湾鉄道隊に保管転換され、 166は高尾で上げて南部専用の1都市。167はキールンで上げて北部専用の18とした。その後は台湾総督府鉄道に継承され E10 型として使用。1936年に11号が廃車。10号は C31 型となったが1937年に廃車となった。1898年製の2両は 東武鉄道に納入され、同社の1、2となった。両社とも建設用に使用された後、一時、上武鉄道に貸し出されたが、1930年代には、杉戸で入れ替え用となっていた。1938年に2が、南越鉄道に、1939年に1が、日本電競商国工場に譲渡され、前社は1949年。 後者は1952年まで使用され、廃車となった。日本鉄道401日本鉄道が1904年に自社大宮工場で製作した機関車で、W3、3型を基本に6両を模倣製作したものである。大宮工場では製造した機関車に製造番号を与えていないが、製造番号2から7にあたる。弁装置はスチーブンソン式、アメリカ型であるが、 ランボードのデザインは1100系のいずれのものとも異なる。もので、米やピーコック製の点打機関車と同様に、側水槽前端部からシリンダ弁室後部にかけて斜めに跳ね上がる形態となっている。また、運転室後部も、タンクを完全に室内に収めてまっすぐとなっている1100系オリジナルにして、タンク上部が張り出した形態となっている。日本鉄道では、O3、3型都市、 建設及び入れ替え用に使用した。1906年5月時点で番号順に宇都宮、上野、小山、高崎、田端、水戸の配置であった。国有化後の1909年には1040型に改称されたが、鉄道員の少数形式の東達法人により、1916年に2両、1919年に4両が廃車され、 全社が民間に払い下げられた。その状況を次に掲げる。本形式で特筆されるのは、模倣機が佐賀県の唐津鉄工所で1914年に一両、製作されていることである。その背景には、同社と日本鉄道との間に人的つながりがあったことがある。この機関車は上層鉄道後として収益し、1921年に口の津鉄道に移って、 同社の一となった。その後島原鉄道への合併により11となり、さらに25に、開版、1955年に廃車となっている。ありがとうございます。